1990年10月7日韓国全本部協会での御言葉ば「一心一体の理想」第3部衛生するには一人で寂しく孤独なところで衛生したいのか喜んで 歓喜に満ちたたところで衛生したいのか全てが望む希望の焦点で衛生するのかそれとも全てが否定する焦点で衛生するのかといったら全てが歓迎すするこのように見るとそうできるものが何なのかこれが問題なんです。今日の人間が日常生活で一番重要視しているお金でしょうか お金は衛生とは何の関係もありません知識ソウル大を出たら衛生と関係がありますかノーベル賞をもらって永遠に万民を代表した衛生する唯一の君主のようだ主体のようだと言えるでしょうか何を中心として衛生すべきかということが深刻な問題なのです権力を中心にですかそれも一時的なものです 花に十日のくれないなしと言いますが。花がいくら綺麗でも十日もすれば色あせてしまいます。政治の力でいくら勝手を通せる人でも、それが衛生の要素や核にはなれないのです。このように見るとき、世の中の人は皆。宝物、宝物を欲しがりますが、その宝物とは一体何でしょうか。 宝物は変わらないものです変わらないものが宝物なんですそうでしょうダイヤモンドは硬さが変わらないし金は色が変わらない真珠は調和した色が変わりませんこのように変わらない何かを持つものが宝物ですでは宝の中の宝は何でしょうか人間にとって宝物の中の宝物全体の核になれるものは何でしょうか 男性と女性を一つにさせられるもの。これはお金ではできません。知識でもできません。権力でもできません。なので嫌でも仕方ありません。愛という名詞を用いるしかないのです。では目に聞いてみてください。自分の目に。目を歴史的に君が一番見たいものは何なのかと聞いたら、男の目は美人も見たいと答えるし、 女の目は美男子を見たいと言うでしょうですがいくら美人で美男子でも白色だからと傲慢で鼻にかけるような男性や女性あるいは自分のことばかり考えている男性や女性ならお断りですでは目を中心にしたら美男美女は互いにあ憧れの対象ではあるもののその美しさに負けない 内的な愛を持った美男美女を見たいという時に目がそうだというのですその答えしかないのです皆さん目に聞いてみてくださいそうだと言いますか違うですか聞いてみたんですか聞いたらそう答えるんですではそのそうだはいつまでですか 人の心は朝夕に変わり山の色は古今変わらずという言葉がありますが朝夕に変わるのに「そうだ」ですか永遠に変わらない立場での「そうだ」ですかそうですね永遠に変わらないものは何ですかそれは誠の愛ですそれから花があります皆さんが顔を洗う時最初に触れるのが花ですね 高くなっていますからね花よあなたはどんな匂いを嗅ぎたいですかと聞いたら美人が化粧した化粧品の匂いを嗅ぎたいと言うでしょうか最近はどんな化粧品が一番高いですか美人が化粧をして豪華絢爛な匂、ね、いのする応急の環境さらには蝶と蜂が飛び交い 鳥も美しく歌うそういう化粧品の匂いを嗅ぐのが鼻の使命なのかと尋ねたらそうではないと答えるのですいくら綺麗に化粧をしてどんなに美しい見た目に作り上げてもそれを動かすことができる内的な主体となる愛が先にならなければなりませんそういうところで化粧をしたら素敵な香りになり内的にも外的にも 永遠に、もう死んでもいい。あなたがいなければ生きていけない。と言える結論になったら、花が、うんうん、これでいい。となるんです。そうではありませんか皆さん、口に聞いてみてください。一番言いたいことは何なのかと。札束を持ってきて聞いてください。お金の後ろには泥棒が隠れているのがわかります。そうでしょう札束の入ったカバンを持って歩いたら泥棒がついてくるの来ないの いつだったか19年くらい前にイヨハン牧師に君は1億円の小切手を手にしたこともないだろうから一度1億ウォンの小切手を何日か財布に入れて歩きなさいと言って渡したらそれを財布に入れてからというもの夜も眠れなかったそうです。泥棒が塀の向こうから見ている気がして塀を越えて入ってくる音,音が聞こえるんだとか自分の考えがエスカレートしてとにかく夜も眠れなかったのだとかそりゃそうでしょう。 私たちくらいの年になると財布をポケットに入れておいても忘れることがあるのにそんな人が初めて1億を手にしたんですから無理もない多くの川の水が合わさり滝をなし太陽に流れていきます。 すべての宗教が行くべき目的地は太陽です暗黒の時代の中闇の中でポツンと光を灯し照らしている灯台のように人類の本質的な危機を克服し世界平和を求め両親の松明を燃やし続けた宗教人たち宗教人たちの生成が韓国新統一韓国の安着に向けられています 東方の小さな国、大韓民国。分断の悲しみを秘めたこの国に、世界中の宗教人たちが、韓半島の平和統一を祈願して一堂に会しました。2017年11月11日、韓半島平和統一世界大会。宗教人たちは、韓半島の平和統一を叫び、共に立ち上がりました。 ACLC の聖職者たちは賛美を捧げて生成を集結させ十大教団の祈りと特別講演で生成を一つにさせました。 韓国人が尊く考えている南北の団結が必ず実現するように祈りましょう。誠のお母様が強調されておられるように、和合は武力ではなく、誠の愛に基づいていなければなりません。私たちは韓半島でこれ以上の戦争を望んでいません。人類の誠の父母を中心として永遠の平和の実現が韓半島において可能であると信じています。 そして2日後、宗教人たちは韓半島の平和統一を願い、戦争のない平和な世界を作るため、世界平和宗教人連合を大韓民国のソウルで創設しました。宗教人たちは世界平和宗教人連合の創設決議文を通じて、 ムミョン、ハン・ハクチャ総裁が数十年間、神様のもとの人類一家族のビジョンと業績を築いてきたことに感謝し、新しい宗教連合の設立を交付しました。設立以来、その活動は本格化し、2018年には世界平和宗教人連合創立総会が全世界の6大陸で開催され、93カ国から2万3000人余りの宗教指導者が参加し、その基盤を広げていきました。 各国で世界平和宗教人連合結成大会地区別の世界平和宗教人連合結成大会発足式が順次行われました2019年からは宗教平和文化祝祭を開催し新統一韓国実現のための超宗教祈祷会を開催し現在24回目まで開催されています マコトのお母様は、アメリカ聖職者連合と連帯する大韓民国キリスト教聖職者協議会を2019年10月に創立され、この基盤の上についに世界キリスト教聖,聖職者協議会 WCLC を創立され、世界の人口の3分の1の信者を持つキリスト教聖職者の協議体を組織してくださいました。ムン・ソンミョン総裁誕生100周年記念を 100周年を記念して開催されたワールドサミット2020では98カ国の約2000教団の指導者が出席しました超宗教指導者たちは世界平和の実現と韓半島統一のための世界平和宗教人連合総会を開催しました 宗教人の力は祈りであるゆえ、生成を込めたろうそく祈祷で心を一つにし、98カ国の聖職者たちは、韓半島の平和が世界の平和へと拡散されていくことを願う世界平和宗教人平和宣言文を採択し、超宗教平和世界を広めていくことを決意しました。ACLC、KCLC、 PCLC、WCLC PC で聖職者たちを一つにまとめ、世界平和宗教人連合で宗教を超越し、宗教人たちを一つにまとめ、天の父母様のもとの一つの世界を夢見て、分断された摂理の祖国を天の父母様を中心とした統一祖国に作っていくことに焦点を置き、全世界の宗教人たちが共に生成を積み上げています。 数千の水流が太陽で出会うように創造主神様の身胸と愛の中で私たちは一つです天の統一された祖国創建のために共に生成を集める宗教人たち韓半島の平和実現をするための宗教人たちの生成は明るく輝く灯火となり新統一韓国安着の道を切り開いていくでしょう